はい、さん、こんにちは。アートマンネックペン、クレイジー吉本です。よろしくお願いしますね。それでは今からですね、緑山、伝票山、暗算、解放でも満点取っていきたいと思います。よーい、ドンです。ソロ版で計算しましょうね。まあ、暗算で計算するんですけどね。暗算で計算して、分割でなおかつ計算して、答えの入力の時だけ、まあ、一気に書くみたいな感じですかね。いい、頑張ります。さて、154。もう眠気マックス。眠気マックスなんでね。合うかどうかわかんないですけどね。803。803で、いい、マイナス一気にあったら気持ちいいっすよね。354で、ういや。今のところ全部合ってんな。全部合ってんなって言うと間違えた。くっそ、ムカつくな。812。ハイジ。784で、やばい、もうほんま、眠すぎて、ちょっと、かすんできましたわ、数字が。やばい。530で、よっしゃ、頑張るぜ。めっちゃ眠いけど。ちょっと待って。やばい。あら、もう置いていこうかな、もう。もう置いていこう。その方が間違いないっすわ。二三。737。ピンポンって音聞くとね、テンション上がるんでね、ちょっと眠気は覚めるんですけど、ブブブブって続いたらね、めっちゃイライラしちゃうんで、ね、093で、で、093かよ、やべ、眠いとやっぱり、ケアレスミスしちゃいますね。今はね、違う地震があった。絶対なんか違うなって思いながら書きましたんでね。830で。やばい、ほんまにもう頭が動かないですね、今。眠すぎて。うーわ。マイナスかよ。1397、17で。はい。マイナスの問題だけ今んところ全部合ってるね。038か。038で。はい。734で、811。120、811、734。444。715。1715、444。しゃ。826で、146で、90ね。おい、どんどん行きますぜ。どんどん行きますぜって何やねん、ほんま。どんどん行きますよと、どんどん行くぜが混じってモテるやないかい。おい、いい感じ。ちょっとテンション上がってきましたね。テンション上がってきてもすっごい眠いんでね。マイナスと思いきやマイナスじゃないパターンね。いや、これはありがたいですよね。はい。794ね。424で。1601、42479。なんでだよー。なんでだよー。なんでだ、なんでだよー。424。入力ミスじゃね、どうせ。ほら、入力ミスやろ。740で。706で89706740かな。740で708で
89780827840。しゃあ、行くぜ。頑張るぞ。925で、093で、13、おっと、13890935。おい。やばい、疲れてきたぞ。811。あ、マイナスっぽいね、これね。093で、792、マイナス207906189。よし、マイナスだけ全部合ってたね。513。ほんまにもうね、マジでしんどいっす、今。多分、今までの撮影の中で一番しんどい。もう今だって、深夜何時ですか？あ、3時だわ。もうめっちゃ眠いっす、ほんま。176。424-124-176-76。よっしゃあ、行くで。やってまうで。頑張るぞ。いや、他にもね、やることほんといっぱいあるんですけど、ちょっとね、どうしても、この動画だけは撮りたかったんですよ。295、585、1336、585、295。よっしゃ。363で、413で、89。お、いけた、終わった、よっしゃ。あ、疲れた、マジで。お、5分58秒。うん、眠気マックスの中ではね、結構、頑張った方だと思いますね、本当に。うん、これまたね、その、紙でやるときはね、一個一個数字書いていけるじゃないですか。これはね、数字、メモるところないんでね、紙使ってやってないんで、そろばんと暗算だけでやってるんでね、普通に、倍しんどかったっすね。ちょっと肩も、凝ってるんですけど、そのままちょっとね、伝票座、頑張っていきたいと思います。さて、伝票もね、3桁3桁3桁ぐらいでね、分けてやっていく感じですね。まあ、あんまり急がない感じで、870。あんまり急いだら間違えるんでね、ゆっくりやっていきます。821。あら。同じ数字がね、出てくるとめっちゃめんどくさいんですよね。変わってないじゃないですか。だから見落としちゃうことあるんですよ。あ、ちょっと待って、普通に忘れた。喋ってると忘れるわ。ちょっと、あんま喋れないですね、伝票とかの時は。82で。あら？なんで？あー、びっくりした。よいしょ。987。ちょっと、伝票の時はあんま喋らずやりますね。436で。533で、533、おっと、531で、おっと、010、897。803。よっしゃ。めっちゃ合ってる。141。よし。263。よっしゃ、このペースやったら絶対間違いないわ。このペースでいきますわ。722。790。ん？うん。よし。いい感じ。463。よっしゃ。427。よっしゃ。100。しゃあ、めっちゃ合ってる。
5キロ。おい、めっちゃ順調ちゃう？マジで。すっきり感じで生きてるやん、4キロな。あ、ミスった、くそ、バカ。あ、ね、今ちょっと口悪くなっちゃったけど、今のは自分に向けて言った言葉だからね。みんなは、こんな大人になっちゃダメだぞ。あ、普通に忘れた。くそ。もう。よし。OK。まあ、いけるでしょ。こんだけ早かったらね、多分ね。1981の、あれ ?981、981。あ。頼むで。675。はい。105。うわ。105。しゃ。872。うわ。190。ああ、早かった。はあ、やばい。あんまここ慌てたな。よっしゃ、あと5問。いけるやろ、多分。947。あれ ?947。よし。いける。絶対いけるわ。間に合う。422。よっしゃ。あら、ミスった。861。861で。よっしゃ。ガンガンいったるで、ほんま。889。おっと、889で。あれ？あ、ちょっと待って、もうちょっとで終わるのに。あ、ゆっくりやろう。235で。よいしょ、はい。終わるやろ、絶対。7分以内に。絶対終わるやろ。068。眠なってきた。やばい。さあ、ゆっくりやろう。せい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 。068。068で。1585570068。きた !6 分4秒イェーイ。というわけでね、伝票算も一応ね、7分以内に終わって300点取れましたね。めっちゃ眠いんですけどね。はい。それでは設定変えまして、次暗算いっちゃいましょうか。暗算はね、多分、3分でやるんですけど、まあ余裕でしょ。ね。暗算もやって、で、解放を最後フィナーレとしてね、やったら終わりっす。さあ、頑張りましょう。お、最初見取りっぽいっすね。はい。はい、頑張ります。あ、そろばん構えてたら邪魔でしたね。暗算の練習にはこれ、このソフト最適かもしれないですね。ソロ版やるときはね、ちょっとしんどいっすね。見取りやるときもちょっとしんどかったっすね。桁数多かったら。まあ、これぐらいの計算だったら、楽しんでちょうどいいかなとは思うんですけど。まあ、うん。なんか移動のときとかね、暇やったら、やっていくのはすごい、おすすめではありますね。うん、もうさっきの、もう見取りと伝票のね、ダメージが半端なくて、もうちょっと喋る元気があんまり、あれ、あんまりないけど、ここでね、満点取れんかったらもうほんまにもう、やばいんで、さすがにちょっと、あ、頑張りますけどね。3分でしたっけ、これ。制限時間あんま覚えてないですね。まあ、とりあえずそんなに、
こんなもんすかね。まあ、そんなに急いではないっす。はい。あら。ああ。よいしょ。まあ大体半分ぐらいできましたね。うん。暗算はまあ、本当に気休めでしたわ。もう、あってもなくてもどっちでもいいぐらい。あとはもう解放っすね。さて、解放も満点取れるかチャレンジですね。ああ、めっちゃしんどい。やっぱ、疲労困憊です、本当に。さあ、ちょっとね、頑張ります。はい。よいしょ。暗算でできるところ暗算でやります。よいしょ。おい。あれ。よっしゃ。おい。あー、なるほどね。よし、ここからそろばん使いましょうか。よっしゃ、行くぜ。よっしゃ、おいしょ、あら、もう眠い。あ、ミスった。なんかこれ割り切れるっぽいね。あ、割り切れた、やっぱり。よっしゃ。もうね、早く終わらせたいんで、ちょっと。解放だけちょっと超適当にやりますね。まあ、超適当言うても、もちろん満点は取るっていう意味でね、計算をちょっと。はしょってっていう意味の適当っていう意味ですよ。よいしょ。割り切れたー。よっしゃ、行くぜ。違ってるな、多分これ。合ってた、やった。うわ、なるほどね。そうきました。おー、すげえ、めっちゃ合ってるやん。はい、これ暗算でいけるパターンね。やったぜ。どんどん行こう。あー、手めっちゃかじかむ。すげえ、サーミー。69465かな。あー、ミスった。初めてミスった。さあさあさあ。ん ?69465 ちゃん。あー、ほんまや、違うやん。あー、ほんで割り切れるパターンか。えい。サザンが食うか。なるほどね。えい。あ、もう、あれか。開閉行ったんか。気づかんかった。ちょっと、意識が朦朧としてまして、気づかなかったっす。最初ぐらいはちょっと割り切れてほしいっすね。最初から割り切れなかったら、あ、よし、割り切れたね。よっしゃ。よし、ガンガン行くでー。なるほど、そうきました?そうきました?はいはいはい。ういー。さあ、ガンガン飛ばしていくぜ。よーしょ。ういー。うわ、めっちゃソロ版がずれる。めっちゃ滑らかなところやっちゃってるんでね。ういー。だいたいね、何回もやってるとね、答えのパターンが読めるんですよね。これはこうなりそうってね。まあ、検定の時とかももちろんそうですけど。なるほど。0.538 ちゃん。はい、0.0 で。はい。お、これめっちゃラッキーな問題ちゃう、もしかして。これで合ってたらね。うわ、合ってないんかいや。あ、なんで?あー、ちょっと待って。え?ちょっと待ってよ。ん?どうしよう。あー、入力ミスか。びっくりした。違ってる理由が見当たらなかったから、ほんま。あー、なるほどね。はい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 。あー、良いなでいいんちゃう。よっしゃー、良いな。良いなで良いな。イエーイ。今若干勘やったんですけどね。
まあ、勘も実力のうち、運も実力のうちですからね。さて、いやー、ほんまに、めっちゃしんどい、この時間にやるそろばん。お、やった。え、あ、やった。これ、綺麗やわ。この問題、皆さんおすすめしておきます。これね、なんかもっと計算せなあかんと思ったら、意外と早く終わって、すっきりみたいな。うん。うわ、これもいいやん。やったぜ。てか、めっちゃ早いんじゃん。ちょっと本気でやりすぎた感ある？いや、別に本気ではやってないですよ。もうただただもう手が寒すぎてね、もう動かなくなる前にね、あ、これ課題コンですね。まあ、課題コン言うてますけども、そんなにまあ別難しい問題ではなくて、まあなんとかいけるとは思うんですけどね。あー、ミスった。あっと、来い、あれ？来い、よし。恋しちゃったんだ。さあ、あとはもうのんびりゆっくりやりますか。これラスト1問ですよね。もう今何問目やってるかもあんま把握してないんですけどね。まあ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 、いけるっしょ。あー、これめっちゃ綺麗に割り切れるのかな？割り切れないか。まあ、けど多分あったでしょ。よし。というわけで、5分24秒で解放も満点取れた。というわけでですね。はい、掛け算、割り算、見取り算、伝票算、暗算、解放、すべての種目で300点満点。ただいまの時間はですね、3時16分ですけども、眠気マックスの状態でやっても、そろばん10段、暗算10段、フラッシュ暗算日本一、神戸大卒の天才、芸人、元芸人で YouTuber だったら、できると。満点取れると。ね、いうことが証明されたんでね、結果的に良かったんじゃないかなというふうに思います。クラウドファンディング2月26日までね、やってますんで、ぜひ、ご支援のほどお願いいたします。今のところ4万9500円でね、まあ、目標金額は367万、目標金額はですね、367万4669円で、まだまだ足りないんでね、ぜひご協力のほど、ね、ほんまに深夜3時になってもね、ちゃんとこういうことができるかどうかをね、証明するっていうね、この根性、雑草魂を僕は持ってるんでね、ぜひご支援のほどよろしくお願いします。というわけで、頭の中ペン、いっちゃってます、これ。どうもありがとうございました。